いやー、雨ですね。レイニーデーです。どうも、いつもアニチューブご覧いただきありがとうございます。まあこういうあの雨の日を今日の、ブラーニキは表参道ですね。で、まあレイニーデーっていうことで、まあレインウェア、レインウェア、まあもともとレインウェアといえばもうグルーヴがこのゴム引きラバーグルーヴがこうグイグイ来てますけど、レイニーデーにマッキントッシュです。で、この今日着てるのは、ネイビーの、ダンケルド、もともと黒のダンケルドを持っていて、その後にこのネイビーを、まあ、あの手に入れたんですけれども、その後にですねちょっとオーバーサイズの、ダンカンかな、もうちょっとゆったりしたモデルベージュなんですけど、でやっぱりこのなんかこう大きくもなくタイトでもないこのダンケルドがやっぱり自分の中でこうだんだんこうケルドになってきてるんですよ。でなんかちょっとこうレイニーデーだしなんかこうまあブランニューな最新のダンケルドをちょっとブラブラあの見てみたいと思いますんで、ね、雨降ってますけどね、雨の日に来ても着るからこそ楽しみ。じゃあブラブラ行ってみましょう。マナーですから、一応ね、あのノーマスクでやってますけど、グルーヴ出てますね、グルーヴ。このままいっちゃいますからね。いやーなんかね、ダンケルとか止まんないんだよな、だんだんとね、ダンケルとかも。いや、こうグルーヴ来てるな、ラバーグルーヴがだんだんと。あ、はじめまして。こんにちは。アニチューブの、前に失礼します。アニチューブの、アニキと申します。マキントッシュの、浅野さんです。よろしくお願いします。ちょっとあの今日ブラ兄貴で、はい、モンテさんのブラブラしてたんですけど、はい、これあのダンがケルドで、はい、ダンケルドでこれネイビーを、はい、もうずっと愛用してるんですけれども、もうダンケルドがだんだんと、はい、だんだんと、はい、ケルってるんですけど、はい、まあ、ネイビーは持ってるんで、はい、なんかここら辺はゴム引きですか？はい、そちらはゴム引きコートです。ゴム引きのコートで、はい、これもゴム引きですよね？実はそれは違うんです。あ、これは違う、はい、どこまでが、ちょっと待って、分かんないですね、はい、ちょうどじゃあ端から、あ、ここなんですか？そうです、ここが境界線です。え、ということはこれはゴムだ、ゴム引きだけど、こっちはゴム引きではない。その通りです。じゃあこれが、まあ、クラシックなダンケルドがありながら、はい、これも最新型みたいな。あ、その通りです。ブランニューダンケルドみたいな。はい、はい、その通りです。で、こっちはまた素材が違ったりするんですか？そうです。これはウールに変わってきます。なるほど、はい、でもちょっとラバーグルーヴがふわーって今来てるんで、はいはい、ちょっとまずはあのダンカンのベージュ、はい、ダンカンとダンケルドとダンカンとダンケルド、ダンカンとダンケルド、どっちがダンカンですか？ダンカンです。ダンカンですよね。ダンカンのベージュを持ってるんですけど、ちょっとオーバーサイズで、多分ちょっと待ってくださいね。これだけダンカンじゃないですか？あ、素晴らしい、その通りです。今そう、はい、ふわってダンカングルーヴが、はい、今自分の中でダンケルドとダンカンでもう自分でもう禅みたいにこう、はい、ずっと唱えてたんですよ。はい、でこれはダンカンですよね。ダンカンです。ちょっと着てみていいですか？はい、これが。さっき着てたのがダンケルドで、はい、これが、あ、そうそうそう、これ今年の春、うん、春ぐらいだったかな、はい、ね、こう音がこうゴム引きグルーヴ、視聴者に伝わってますかね、これこのゴムのあの匂いは伝わってますか？ゴムの匂いも、このこれね、マッキントッシュ好きな人はすごい分かると思うんですけど、そう、この感じのなんかちょっとゆったりめでクラシックな、はい、ベージュ、まあ、これとちょっと違う、色が違うんですけど、それもいいかなって思ったんですけど、やっぱりだんだんと、はい、ダンケルドの、はい、なんていうの、ちょっとダンケルドのベージュ着てもいいですか？なんか、いや悪くないですけどね、オーバーサイズっていうか、よりゆったりした感じも悪くないんですけど、
自分のなんだろうな、アニマッキンはこれ、はい、ありがとうございます、これなんじゃねえかなみたいな、おなんかなんて言うんだろう、まあオーバーサイズも悪くないんですけど、あえて言うと、まあトレンドって言い方は私はあんまり好きじゃないんですけど、はい、まあ今っぽいっちゃ今っぽいかなっていう感じもあって、ただ対等でもなく大きすぎず、まあいわゆるジャストサイズっていうか、ちょうどいいのってなんかいいっすね。ありがとうございます。このやっぱりこの色と、ここはこのディティールは変わってないんですね。そうです、その通りです、はい、ここはこういう感じで、なんかこういうちょっとベージュアロっぽい感じも、で、まあ、今日たまたまちょっとイタリア方面のスニーカー履いてて、はい、まあ、ソールがこうやって黒いんで、ちょっとこういう感じもあえて両方じゃなくて偶然だって感じで片方だけみたいな。いや実は僕でもこのダンケルドのベージュって持ってなかったんで、はい、うん、なんかすでに決まった缶グルーヴ出てますけど、ね、はい、決まった缶グルーヴ出てますけど、はい、最新のものもね、はい、気になりながら、実はなんだろう、ちょっとミリタリーっぽい感じっていうか、うんうんうん、オリーブっていうんですかこの色、なんていうんですか、グリーン、グレープリーフっていう、これは定番の色ですか。そうです、もう定番、あ、こちらももう定番なんですけど。そうなんだ、はい、いやちょっとオリーブ、オリーブもちょっと着てみていいですか。はい、すみません。これもなんかミリタリーっぽく見えますね、なんかね、うん、雰囲気は。そうですね、あ、大丈夫です、ありがとうございます。なんかこの質感、質感っていうか色も、うん、いいっす。全然雰囲気変わりますね。そうですね、ガラッと変わりますね。ガラッと変わりますね、うん、なんかまあこういう英国ですけど、うん、なんだろう、フランス軍のミリタリーのヴィンテージのコートの雰囲気もちょっとあるし、はい、これどっちがいいかな、これこれちょっとなんかベージュの、さっきのベージュアローも良かったんですけど、どっちがいいですかね、これ。なんか今日の感じもそうですけど、ベージュすごいよね。ベージュですか。もちろんこちらもいいんですけど、これでも、でもベージュとネイビーは両方あった方がいいですよね。そうですね、まあ、王道の、王道の色ですもんね、はい、ベージュネイビーね、うん、ただちょっとまあ古いものっていうか定番のクラシックなものもいいんですけど、はい、じゃあそのゴム引きじゃないけど、ゴム引きに見えるけどゴム引きではない、はい、もう分かんないですね、これどれがどれだかどれがどれだか、ちょっとこれなんかもう可愛いんでここにかけておいてみたいな、なんかちょっと近くにちょっと置いておきたいんで。で、この子はゴム？そうです、ゴム引きコート。この色もすごいですね。あ、この なんすボルドーなんて言うんだろう、これワインテイスティングという色でして、ワインテイスティング、はい、で新色です、今年の赤ワインみたいな。そうです、あ、これ新色なんだ。そうです、新色です。定番の色がありながら、そのシーズンカラーみたいなものが、ま、毎回入ってくるんですか。あ、その通りです、はい、じゃあこれ、今年のなんだろう、秋冬逃したら次いつやるか分かんない。あ、その通りです、はい、マジっすか、はい、元住吉方面でこれやったりとかしないんですか銭湯の近くとかあんまないですか、中華屋の近くとかあんまないんですか。ないと思います。そうっすか。じゃあ、これは私持ってるんですか、ネイビー。これブラックですね。あ、ブラックもいいっすね、はい、ブラックもこれカメラでわかるかな。あ、でもなんか墨黒っぽい感じっていうか、いいっすね、はい、でもブラック持ってます、私もう10年ぐらい前の。あ、持ってます。だからやっぱりネオ兄貴にならなきゃいけないなっていう声もね、はい、うん、よくあの概要欄じゃねえ、コメント欄いっぱい入ってんすよ、なんかネオ兄貴、はい、ネオ兄貴だなみたいな、はい、なんでちょっとじゃあ新しい、え、これゴムでしょ。でも本当は、いえ、これゴムリピコートじゃないんです。え、
まあ、柔らかいけど、はい、じゃあこれ浅野さんにちょっと1時間ぐらい飾ってもらおうかなこれちょっとじゃあこの新しいブランニューなダンケルドをちょっと教えていただいてもいいですか、はい、かしこまりました、はい、あのゴム引きコートというのはあの、はい、生地と生地の間に、はい、溶かした天然のゴムが入っているんですけど、はい、その代わりに、はい、あの防湿透水のフィルムが挟まっているという状態になっています。なるほど、はい、なるほど、そうなんです。これ伝わるかなこれこれこれ伝わるかな。じゃあ分かりやすく言うと、ダンカンちょっと借りてもいいですか、はい、だからこれ同じ生地の同じ生地の色ですよね。あ、そうですそうです。これだからもう多分スマホだと分かんねえんじゃないかな、うん、もうスマホで見てたらどっちがゴム引きで、はい、フィルムでいいんですか。その、はい、そうです。フィルムがだから要は防水性を高める生地として、コットンの生地と生地の間にラバーが、はい、サンドイッチしてる。はい、そうです。サンドイッチしてるか、そう、まあ、ナイロンがなかった時代に生まれた、うん、これが、まあ、今日も雨降ってますけど、まあ、レインウェアのその、まあ、元というか、それが今新たにナイロンとかをただ使うんじゃなくて、こういうクラシックな伝統技術とクラフトマンシップを生かしながらフィルムを使ってるから、はい、この香り、ラバーの香りはないそうですよね。蒸れとかその湿気みたいなところは同じ感じなんですか。こっちは全部出します。なるほど、はい、まあ、私はその、ゴム引きのコートの魅力って、まず音ですね、うん、あのこの感じです。これ分かりますかね。この着ててこのゴム引きのこの感じと、うん、着た時のストーンというちょっと硬い感じなんです、うん、そのシルエットですね、うんうん。あとは最大 の、まあ、あのバーバーとか、オイルドコートも同じなんですけど、やっぱり英国のクラシックの洋服ってなんかこの香りっていうか、香りって言い方はあんまり用が香水みたいな感じじゃないんですけど、その匂いがなんかこう男心をくすぐるんですね。だから中にはそのゴムの匂いがもうちょっとなかったらいいのになっていう人にはこっちですか。そうです、はい、ちょっとこっち着てみていいですか、はい、この色もすごいですね。これ全く同じあの生地を使って作っているので、あの見間違うの、いや分かんないですよ、はい、これこれなんていう色なんですか。これはポッティングソイルって、これも新色でございます。ポッティングソイル、ポッティングソイル、あでもなんか、あ全然違いますね。柔らかい、うんうん、なるほど、なるほど、ノーラバー感すごいですねね、ノーラバー、ノーラブって言うと寂しいですけどねよく驚かれます。うん、例えば、ラバー、フィルムを挟んでないコットンの、はい、マッキントッシュとかもある、ダンケルドもあるじゃないですか、うん、でその通常のコットンとはまた違ったちょっとパッと見ゴム引きっぽいクラシックな雰囲気を、うん、がありますね。 ありがとうございます。あとなんか、うん、若干なんだろう、艶があるのかな、どうでしょう、ね、少しそう見えますよね。でもどっちもいいですね。クラシックなものもいいし新しいものもいいし、でもこの色がちょっと気になってきちゃったな。なんかどんどん迷ってばっかりですけどね。いえいえ、ありがとうございます。まあでも本当ですよね。これでも、今年だけの色ですか。こちらとそうです、あのレインテック、はい、ポッティングソイルとワインテイスティングが今年新たに加わった色で、かでもほらこれ、音、これがレインテックの音です、はい、レインテックの音分かりますかね。今コメントでめっちゃ分かるって100件ぐらい入ってますね。でさっきもやりましたけどもう一回ね、こっちのこれラバー来てますか。これラバーグルーヴ来てますかね。ラバーグルーヴね、っていうかなんか形なんだろうな。ダンケルドってすごくあのダン感もいいんですけど、はい、形が完成されてるんで、そのフィルムのコーティングにしてもなんかなんだろうな、美しいっていうか、うん、でなおさらなんだろう、ちょっとウールの方もまた、こっちはまあコットンじゃないですか基本的に、はい、ちょっとウールの方もちょっと教えていただけますか。はい、わかりました。従来はあのこちらが、はい、になっているあの多分
ストームシステムって言われている。ストームシステム、はい、はい、ウールのことなんですけども、ウールの素材は何かいろいろあるんですか？これは、あ、これはもうウール 100% です。あ、ウール 100%、はい、なんかこのキャメルっぽい感じもちょっとこれ着てみていいですか？はい、じゃ形は全く同じってことですね。そうです、全く同じです。冬の定番のコートになります。これにしようかな。おいや、マジでこれにしようかなって今のなんか、いや、なんか本当にもともと、ウールのコートのデザインっていろいろあるじゃないですか、はい、でもやっぱゴム引きコートから始まってるクラシックスタイルが、うん、ウールに乗せ替えても消えてないですね、マッキングルーブが、はい、ありがとうございます、はい、いや、これにしよっかなこれにしていいですか？これもとてもお似合いです。これもとてもお似合いですか？こっちはまた違うんですか？その、厚みが違うのかな？その通りなんです、はい、これも今年新作で、はい、あのウールのコートって基本的には真冬のイメージがあるんですけど、はい、これあの3シーズン着られる薄めの、軽い、はい、軽いウールのコートになってまして。なるほど、はい、私もかなり厚がり、はい、かなり厚がりなんですけど、はい、結構なんかこれぐらい薄いのでもいいかもしれない。これはそうですね、あの中用なコートなのでかなり長い期間着ることができる。なるほど、はい、これもウール100なんですか？これもウール100で、ありがとうございます。スーツ地に使われるウールを使用しているので。なるほど、うん、だからいわゆる分厚いウールのコートに使うようなものじゃなくて、はい、まあ、短くしたらジャケットみたいな感じのですね。そうですね、はい、へえ、でもこれはなんか今の日本とかデイリーで使うにはめっちゃ便利かもしれないですね、はい、すか、これいいな。なんかこうチノパンにスニーカーでも悪くないですね。確かにカジュアル使いにはかなり使えると思う。そうですよね。で、まあ、ちょっと仕事で、うんうん、なんかね、スーツスタイルでもジャケパンでもいいし。その通りです、はい、これにしよっかなこれいいっすね。ありがとうございます。この軽さが、まあ、そこが、はい、売りです。軽さといいっすね、はい、合わせやすさと。これもこっちもね、ライトだし、これもライトだし、うん、これいや、でもどう、でも一回惚れてますからね。そうですね。そこは浅野さん的にはどうなんですか？いや、すごく、本当これはすごい気がします。やっぱ俺の中のラバーが、うん、そうですね、うん、ベージュだし。そうです。でもこれもなんかちょっとリアルに悩んできたぞ。リアルに、まあ、リアルに悩んでますけど毎回毎回。いやー、でもちょっとオリーブもう一回着てみよう、はい、いいですか？でもやっぱりここは一旦やっぱダンケルとかだんだん来てるって言いながら、はい、ケルってるとか言いながら、はい、結構やられちゃってるじゃないですか、はい、この新しい色とかウールに、はい、一回やっぱもう一回ちょっとゴムマッキングルーブのこのラバーグルーブで一回落ち着いた方がいいですね、これね、はい、てかマジやばいな、これちょっと色どうすかね、色。迷いますね。いや、もう正直もう人としてですよ。人として、人も男同士のこう100人ぐらい見てますけど、はい、男同士のもう、はい、もう本音で言ったらどっちですかね。こっちですか、はい、嘘偽りないですか。嘘偽りないです、はい、ベージュかな。いや、まあこれ聞いないですよ。だってこれでオリーブで迷ってるじゃないですか、はい、で何気にこの一回ゴム立ち、うんうん、ゴム立ち、はい、一回なんていうのか、はい、あの距離を置かないと見えないこととかってないですか、はい、僕サウナとか銭湯が大好きで、やっぱりこういろいろ世の中油断できない時に、まあ1ヶ月ぐらいこうサウナも銭湯行けなかったんですよ。その時になんかこう大切さっていうか、あ、こんなにいつも行けてたのにみたいな。だからちょっと10年ぐらいゴム立ちしようかなとも思ってるんですけど、それ長すぎますかね。そうですね、長すぎますか。長いかもしれない。ちょっとこれもう一回、これもこれ終わんなくなってるぞ、これもリアルに、リアルに終わんなくなってる。
ちじゃないですか。いやー、わかります。この色やばくないですか。とてもいいですね。やばい、やばい。ちょっと飲んで考え、飲みて考えてもいいですか。ちょっとその方がいいと思います。早すぎますよね、でもね、まだね。それはね、いや、やっぱりネイビーの次に、うん、まあ同じダンダン、うん、ケルケルで、うんうんうん、ネイビーとベージュは持ってからまずは考えるっていうのも、まずはベージュとネイビーの鉄板な色を、うん、でもなんか僕香った時にもう言葉いらない感じしますよね。そうですね、うん、なんか、うん、この色新鮮だとか、はい、なんかこう来た瞬間になんていうのかな、ゴム、このラバーのゴムの匂いと、うん、浅野さんと2人だけで、うん、カメラも何にも見えないです今。このゴムの匂いと、はい、いやこれもうなんかたまんないですよ、はい、ありがとうございます。ダンケルドのベージュ、はい、だんだん来てますねこれ。来てますね。このなんかチンストラップっていうんですか、このこれ分かります、このあとこの、はい、やっぱ香りと、うん、そこの刻まれてますから、はい、でもちょっと気になるんですよね、この、うん、なんて言うんでしたこのブルーのやつ。ロロピアーナのストームシステムです。あ、ロロピアーナのストームシステム、はい、そっか、これロロピなんですもんね。あれどこまで、軽いやつ、軽いやつどれだっけ。軽いやつこっち。あ、これか、なるほど。あ、これですね。あ、ここに書いてる、これほら、ロロピアーナの、ストームシステム。はい、ストームシステムです。これはどんな特徴があるんですか。これあの嵐の中でも大丈夫。あ、もう本当その通りです、はい、水を弾くとか防水的な。まず水を弾いて、はい、でさらにあのフィルムが生地にこう貼り付いてるっていう感じになってますので、あの完全防水になってます。なるほど、はい、水風呂も大丈夫なんですか。水風呂はギリギリ。水風呂ダメでしょ。水風呂ダメですよね。ミストサウナは。あ、それ大丈夫かもしれない。ミストサウナぐらいなら、はい、多分あの真似しないでください。ここに入ってると思いますけど、ね。ストームか、ストーム、ロロピのストームも気になるけど、やっぱりこのレインテック、はい、レイン、レイニーだし、はい、あとこの色、はい、ああ、そうですね。ちょっとこれも名残惜しいんですけど、もう、はい、もうやっぱりあれですね、消えました、はい、あ、ベージュアイロンに消えました。 ありがとうございます。やっぱね、もうボタン止めちゃってるもん、もう上までボタン止めちゃって。確かにあとこの音 で、はい、でさっき、はい、だから前も思ったんですけど、あのちょうどこの温泉サンドの1階入り口入ってくるじゃないですか、なんかちょっと脇ってちょっと左のとこにちょっとなんかちょっとジャングルクルーズみたいな感じかなと思ったら、なんかこう英国グルーヴがふわーってなんか、はい、なんとかトラーみたいな、ウェーみたいな。でも多分下なんか分かんないですけど、はい、ちょっと気になったんで、はい、ちょっとこのままちょっと一回見てきます、はい、一回見て、はい、一回見てみますね、はい、トラかな、トラ上下ですよね、でもね。あ、下です、はい、下ですよ、はい、下です。下だけど虎上って感じなんですか。あ、そうです、はい、虎上気になるんだよな、あれな。やっぱいいな、ダンケルド蹴るってきたな、蹴るってきた、ダンが蹴るがダンってきたな。音がいい、音が。雨すげえな。虎上か、トライショナルウェザー、このね、トライショナルウェザーウェア、めっちゃ近いぞこれ。